石油7月3日台は日本の実業家、東京都渋谷区出身、破綻した近未来通信創業者兼社長、日本における詐欺容疑で国際指名手配されている。中央大学小学部を1980年3月に卒業した後、国内中堅製薬会社に入社し、営業職に従事、1983年に独立。その後、 トップコーポレーションを設立して貿易やコンサルティング業等を手掛けたとされる。1997年、近未来通信の前身であるエクセルジャパン設立。当初の主な事業はホテルの宴会場などでの宝石や毛皮販売であった。エクセルジャパンは1999年に近未来通信に称号を変更。石井は引き続き代表取締役に就任する。 石井は、近未来通信以外にも浄水器などの健康器具販売やインターネットカフェ事業、バーやキャバレーの経営にも手を出していたとされる。2006年8月、近未来通信のずさんな経営実態が報道される。2006年11月には、複数のマスコミによる電話取材で近未来通信の疑惑を否定し、また作業発言をしている。 報道で詐欺の疑いが明らかになると捜査の手が入る直前に石井は会社の財産の多くを持って韓国へ出国した。2006年12月4日、警視庁刑事部捜査第2課より詐欺容疑で近未来通信本社や石井の自宅の家宅捜索が行われた。2007年4月20日、石井の逮捕状が取られた。帰国の見通しが立たないことから、 国際刑事警察機構を通じ2007年4月に国際指名手配された。2009年11月27日には彼が会社から少なくとも5億円の報酬を受け取っていたことが明らかになった。2010年7月24日、被害対策弁護団が石井が中国に潜伏している可能性があるとして10万件の懸賞金を出すことを発表した。 2020年現在も逃亡中で、後に近未来通信の海外中継拠点として通信用サーバーが設置されている中国に入国したことが明らかとなっており、所在は不明ながら中国に潜伏している可能性が高い。ありがとうございます。